横須賀昌慶芥川龍之介カフェ僕はあるカフェの隅に半熟の卵を食べていたするとぼんやりした人が一人僕のテーブルに腰を下ろした僕は驚いてその人を眺めたその人は妙にどろりとした薄い生のりの洋服を着ていた虹 僕はいつもすすの降る交渉の裏を歩いていた。どんより曇った交渉の空には虹が一筋消えかかっていた。僕はかかとをもたげるようにし、ちょっとその虹へ花をやってみた。するとかすかに石油の匂いがした。五分間写真。僕はある晩秋の午後。 ある若い海軍中尉と5分間写真を写写しに行った。写真はすぐに出来上がったしかし因果に写ったのは大きい4というローマ数字だった小さい泥僕はある12歳のお嬢さんの後ろを歩いて行ったお嬢さんは空色のフロックの下に裸の足を表していた そのまた足には小さい泥がたった一つかすかに乾いていた。僕はこのお嬢さんの足の上の泥を眺めていった。すると泥はいつの間にかアメリカ大陸に変わっていた。山脈や湖や鉄道もいちいちはっきり盛り上がっていた。僕は親と思ってお嬢さんを探した。が、 お嬢さんは見えなかった。僕の前には横須賀軍港が広がりただ一面に三角の波が立ったり倒れたりしているだけだった。